動画を見ててくれてありがとうございますすループです11話に関しては「会話会」でしたねタイトル通りメインキャラクターそれぞれに焦点を当てて話が進みましたタマに関してはフィンランドという祖国をベータに蹂躙され難民になったイルマという米軍兵士との出会いが描かれていましたイルマは家族とアメリカの市民権を得るために兵士になっていましたが後半に薬と暗示により洗脳状態にされて メイヤのの詐欺対説得を戦術機で射撃するこことにによって強制的に終わらせましたこのイルマに駐車されているシーンではイルマの右の手のひらにペンダントが映っており分かりにくいんですがその次のカットでは手のひらを下にコンソールを操作している右手が映ります。 この右手はイルマのものではなくてアメリカの重報機関の人間の手だと思いますその瞬間イルマがビクビクってして洗脳状態に入っていきますこの右手の人物はタマとイルマが会話した後のシーンで背景にちらりと映っていた米兵のことでこの米兵はおそらくアメリカ重報機関の人間なんじゃないでしょうか多分夕日に越見していた時の米兵の三人のうちの一人だとも思います そして今回のクーデターにアメリカの諜報機関が関わっていることはウォーケン少佐は知らされていなかったみたいですねだから前回のツクヨミとの会話でもアメリカの正当性を疑いなく主張できたのでしょうあと、ここで自分が考えたのはイルマに射撃をさせてメイヤの説得を中断させた理由とは何だったのか。 このイルマを操っているのはアメリカの諜報機関でさらにその後ろにはオルタネイティブ5推進派がいるんでしょうがあそこで説得を中断させてサギリ大尉たちクーデター派の投稿を阻んだのはなぜなのか考えられるのはサギリ大尉がアメリカの関与を暴露したのでこれ以上生かしてはおけないと判断をしたのか。 でもそれなら、イルマに撃たせた一発目で殺しておけばよかったろうし、矛盾しているように感じます。なぜイルマに撃たせたのか、そしてその目的とは何だったのか、さらにアメリカの情報機関はどんな目的を持って今回のクーデターに関与していたのか、リスナーさんの考えをぜひ教えていただきたいです。 委員長については委員長はほとんど出番がなかったですねでも優秀が委員長のお父さんのことをフォローしてくれてよかったですなんか委員長のお父さんは罪人みたいな言い方ばかりされてきたけど帝国の総理として国のことを考えていなかったとは思えないんですよねでもあの状況では委員長は辛かったろうしそれを優秀が中心と言ってくれたのはかなり救われたんじゃないかなと思います 次に、あや峰について原作にはないお父さんとさぎりの思い出のシーンがありましたね。思っていた以上にあや峰はさぎりと近かったです。兄弟みたたいなものだったんですね 峰峰のお父さんが指揮官であったクアンジュ作戦は結果的に一般人を救うための撤退が敵前逃亡とみなされでもその場にいた人たちはみんな峰峰のお父さんに感謝しておりその峰峰のお父さんのまな弟子みたいなものだったサギりが今回のクーデターを起こすきっかけとなった事件にもなっていると思います。 アヤミネも罪人として裁かれてしまったお父さんを征夷大将軍が師匠だと言ってくれて救われましたよねそして、メイヤ、みんなが勇ヒの話を聞いている時も木の陰に隠れて姿を見せないようにしていましたが勇ヒが自身の命を懸けて詐欺を説得すると言い出した時ついに我慢ができなくて自分が身代わりになると申し出ました。 メイヤにとっては子供の頃から夕日の身代わりになるよう育てられてきてでもそのことに誇りを持っているメイヤなのである意味本懐だとは思いますメイヤにとってはやっと姉の役に立てるということだったんじゃないでしょうかサギリを説得しているシーンは芝居も含めて素晴らしかったですねここは間もしっかりとっていてメイヤの気持ちがよく伝わってきました ずっと夕陽のことを考えてきたメイヤだからこそサギリがメイヤを影武者だと見抜けなかったのでしょうそしてタケルちゃんはメイヤが泣いた時「何やってんだお前」って顔をしましたがその後やっぱりメイヤおめえはすげえよ」みたいな顔に変わりましたあの時のメイヤの話していることはそのまま夕陽の気持ちだったんだと思います今回タケルちゃんは夕陽からたくさんのヒントをもらいました それはたけるためのものもとなるでしょうタケルはどうしてこの世界をそして日本を救いたいと思っているのかその部分が確固とした信念に基づくものでない限り彼の理想はぶれてしまいます。これから先にもたけるはたくさんの苦難にぶつかりそこから逃げたいと思うことも多々あるでしょう。 その時に人類を救うという決意がどれほどのものなのか試されていくと思います今回はその一歩目タケルの成長という意味ではとても大事な話だったと思いますいよいよ次回は一期目の最終回ですねクーデター編も過強 果たして 207B 分隊はみんな無事に横浜基地へ帰ることができるのかそしてツクヨみ、さぎりウォーケン、イルマそれぞれの運命はどうなるのか次回の序盤はワンクール目最大の戦闘シーンが来ることが予想されますこのアニメ化ではグラフィニカさんの戦術付シーンはずっとスバらなのでおそらくは最高の映像を作ってくれると思いますとても楽しみです。 それではここまで見てくれてサンキューでした。よかったらチャンネル登録して、これからも一緒にアニメを楽しんでください。